セフトリアキソンはセフエム系の抗生物質。先発商品名はロセフィンで日本では中外製薬が製造を販売していた。第三世代セファロスポリンの一つであり、細菌の細胞壁合成を阻害して抗菌作用を発揮する多数の細菌感染症に処方される抗生物質である。処方される細菌感染症は中耳炎、心内膜炎、 髄膜炎、肺炎、骨と関節の感染症、腹腔内感染症、皮膚感染症、尿路感染症、臨病、骨盤腹膜炎などがある。また、手術前や交渉後の感染症予防などにもしばし用いられる。セフトリアキソンの投与法は点滴、または筋肉注射である。セフトリアキソンは1980年代初めにホーフマンラロシュによって発見された。 風必須医薬品モデルリストに含まれ、最も効果的で安全な医療制度で必要とされる、医薬品である。すでに特許は切れており、後発医薬品として入手できる。2014年の先進国では1投与の価格は、約0.2ドル2.32ドルベイドルである。米国での治療費は、通常25ドルベイドル以下である。日本では、中外製薬が、 ロシュからライセンスを受けて販売していたが、特許切れに伴い販売権を2018年末までに、太陽ホールディングスに売却した。一般的な副作用は、注射幹部の痛みとアレルギー反応である。その他の副作用には、クロストリジウムディフィシル関連の下痢、溶血性貧血、胆石、転換発作などがある。ペニシリンによって、 アナフィラキシーを起こす人には勧められないが、アレルギー反応が軽度な人には使用される。静脈点滴注射投与の場合、カルシウム点滴の併用は避けるべきである。セフトリアキソンは妊娠中や授乳中でも、比較的安全に投与できることが、暫定的に証拠づけられている。ありがとうございます。